はいどうも、ビズケンです。ヘルコを見ている皆さん、ヒロインが、ついに登場しますよ。登場しますね。はい、おめでとうございます。はい、みんなバミリオちゃんだと思ってるから。違うからね。はい、まあ、バミリオちゃんもね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、バミリオちゃんにはアズドラがいるじゃないですか。そうなんです。今回、ちょっとそのヒロインさんの話をね、少ししていこうかなと思ってます。はい。アリシアちゃん。アリシアちゃんという、はい。公式ホームページ見るとね、キャラクターデザインが出てるんで、ぜひ見てみてください。まあ、今出ますけど、漫画のアリシアちゃんめちゃくちゃ綺麗に描いてもらってるじゃないですか。いや、そうなんですよ。うん、で、今回キャラデザイン見たんですけど、はい、すっげえ良かったです。本当ですか？すっげえ、なんかエロい。エロいんですよ。なんか漫画ではその要素ないですもんね。うん、かわいい。正統派ヒロインみたいな、ね。そう、正統派な感じ。良い感じで。すごい気合入ってそうな感じがしましたね。あ、やってるわ、もうやってる。いや、じゃあバミリオちゃんの時も思ったんですけど、うん、本当にアニメで可愛くて、うん、だからアリシアちゃんもさらに漫画よりね、うん、アニメを可愛く描くのかなっていうのをちょっと楽しみにしてます。まあそうね。で、あそこだけめちゃくちゃ作画上げてほしいですよね、過去編でね。まあ、過去編で出てくるんですよ、アリシアちゃんって。まあまあ、最後の方にも出てくるんですけど。いや、どうですか、アリシアちゃん。いや、アリシアちゃんはね、うん、バミリオちゃん派なんで、アリシアちゃんが出てくることによってなんかバミリオちゃんと結ばれるのかな、結ばれないのかな、路線がね、あ、消えちゃうみたいな。そう、なんか消えかけたりするところがあって、だからずっと、どっちかといえばやっぱりずっとバミリオちゃんサイトにいました、僕は。なるほどね。原作でもヘルクとバミリオがくっつくって思って見てました。くっついて欲しいと思ってずっと見てました。あ、そうなんだ。ずっと見てたら、あ、まあそうか。でもそのヘルクはね、その魔族に対しても別に偏見がないから、うん、まあバミリオちゃんと、まあ、くっついておかしくないのか。あ、じゃあ全然思ってなかった。もうアリシアちゃんの方で。いや、だからそのいや、アリシアちゃんも別に最初はないと思ってましたよ。あ、思ってましたけど、はい、そのなんか急になんか好意が抱かれてるような、なんかコメントが出てたりだとか、周りがそういう感じになってたんで、はいはい、あ、この子がヒロインなのかと。まあそこで気づくわけじゃないですか、うん、皆さんね。あ、そうそうそう。でも、そこで気づいた時に、え、じゃあバミリオン何なのって。ああ確かになったんですよ。なって。こっちどうすんのってね。そう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 。でも、その時点でバミリオンの役って結構、そう、進行役になっちゃうじゃないですか。なんか出てくるキャラクター、うん、まあ、例えばそのアリシアちゃんもそうだし、うん、みんなちゃんと伏線を持ったキャラクターなんですね、うん、だからそれをなんかストーリー上で回収していくのがなんかこのヘルクを見てる一つの楽しみだよね。ああ、そうですね。だそういったところで言うと、うん、まあ、今回のアリシアちゃんっていうのもなんで出てきたのかっていうのがすごい後で、まあ、楽しく見せさせてもらえる。だ基本的に出てくるキャラクターには一人一人ちょっと伏線に関わるものがあると思って見てもらえればなと思うんですけど。そうですね。そう、あ、でもほらいるじゃないですか、たまにチュースみたいなあいつとかは別にいいんですよ、関係ないんですけど。じゃあ、あの村の多様性やばくないですか。多様性やばい全然違うやつだったみたいな。そうそうそう、隣の家の人たちみたいな。そう、あ、だからあれよ、だから明らかにこいつなんか伏線ありそうだなみたいなやつは持ってるよ。あ、もちろんそうですね、っていうことで。あ、だからはっきりしてますよね、うん、だからそのだからそれこそ一番意外だったのがピウイになるわけですね。そうそうそう、そっち 系じゃないの、うん、僕の中ではやっぱアリシアちゃんってその外見的にはもうかなり正統派な感じだったんで、うん、やっぱこう読者からの人気狙ったんかなみたいな。あ、キャラデザ的にはね、はいはい、うん、でも僕ね、そのシャルアミちゃん出てくるじゃないですか、はい、シャルアミちゃんも可愛いなと思ってちょっと動画の子ですよね。あ、動画の子、そう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 、まあ、ちょっとねちっちゃい子なんですけどこれもねまたねいいキャラクターなんですよね。まあ、そうですね、後半に影響を、うん、こう思ってるね。俺の嫁誰だ論争か、はい、俺の嫁誰だ論争というところでいくと、まあ、やっぱね僕はバミリオちゃんよりかはごめんなさいちょっとアリシアちゃん一択で行かせていただきたいなと思ってます、うん、はい、まあ、それぐらいね皆さんもかなり好きになる要素がねアリシアちゃんは持ってるんでね。まあそうですよね、はい、一番ドラマがある女といっても過言ではないんで、はいはい、このヒロイン競争ねちょっと注目していただければなと思ってます、はい、じゃあヘルク、はい、今後もお楽しみくださいませ。バイバイ、バイバイ。